時刻は7時35分を回りました。宜野湾市丘の宜野湾ヒルズ通り沿いにありますFM 宜野湾のスタジオから火曜日担当のミーノがお送りしますよ。よろしくお願いいたします。今日は5月10日の火曜日ということで、ゴールデンウィーク明けましたね。比較的お天気に恵まれたゴールデンウィーク、皆さんどのように過ごしましたでしょうか。私は海へ行ったり、母の日のプレゼントを買いに行ったりしましたが、日曜日は人生初の闘牛を見に行ってきましたよ。うるま市石川多目的ドームで行われた春の全頭闘牛大会。大きい牛で1000キロ以上ある牛がこうね、近い距離でぶつかり合う様を見てとても興奮しました。勝敗は逃げた牛が負けというシンプルに決まるんですけれども、見応えがありましたよ。闘牛についてはまたね、後ほどじっくりとお伝えしたいと思います。さて、今日のテーマなんですけれども、今日のテーマは日焼けです。ゴールデンウィークね、いろんなところにお出かけした方多いんじゃないでしょうか。日焼けした人もいるんじゃないかな。日焼けしたら皮むけますか？私むけないんですよそのまま赤くなって、そのまま黒くなる。これはでも人によりますからね。皮むけて色が黒くならない人もいれば、そのまま黒くなるよという人も、日焼けした日にはこういうケアをしているよなどなど、日焼けにまつわるお話待ってます。そしてこの番組では皆様からのリクエストやメッセージをお待ちしていますよ。今日のメールのテーマは日焼けです。メールアドレス797@fmgnon.com、 797@fmgnon.com です。また FM ギノンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノンのホームページから簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、ぜひツイートして楽しんでくださいね。そしてスマホの場合はアプリ FM テイで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワのホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけますよ。チェックしてくださいね。それでは今日のオープニングナンバーに参りましょう。かっこいいですよこれは。いきましょう。マンウェイザミッション、エモーション。次はよし、元気食べ方情報。あららがまサイダーさん、赤くなるとか顔がむけるとか、やっぱそういう人いるよな。赤くなる人羨ましいんだよな。赤くなって顔むける人、赤くなるんでしょ。でも顔はむけないんだ。はい、全然色白いじゃん。いや塗ってます塗ってる。西川さんも黒くはないよね。そうなんだ。なんか地黒って感じではないはず。なあ、めっちゃ晴れてます。そうなんだ、宜野湾うっすら雲って感じ。ねえ、那覇晴れてんだ。いいですね。うん、いいはずよ。湿気がすごすぎてんね。うん、
もうこんな感じの曲かっこいい、いいね、こういう曲好きですよね。うん、大好き。激しいやつ激しいやつニクラはこういうのが好きなのいやいや、私も好きですから普通にけ止め使うんだ。俺使ったことないな。使えますよ。ようわからないって。どうすればいいの？何がどうわからないの？どんぐらい塗ればいいかわからないんじゃない？あ、そういうこと？うん。なんで皮膚が。皮膚覆うぐらい塗る。めっちゃ塗るわけ。まあ、伸ばして、あ、まあ、全部行き分かったったかなみたいな。本当？日焼け止めってさ、なんであんないい匂いかね。いい匂いします？いい匂いする。そう。ナッツって感じ。もうちょっと匂いどうにかならないかなって思ってた。そう。はい。おう、時間通り。時刻は7時42分を回っていますよ。 79.7MHz FM 技能よりお天気、そして道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気からです。今日は5月の10日沖縄本島地方と先島諸島は湿った空気の影響で曇っており、沖縄本島地方では雨や雷雨となっているところがあります。はあ、そうなんですね。現在こちらから見える宜野湾上空、日差し、ね、出てきました、うん、太陽の光が。おやおや、降水確率朝6時からお昼12時までが 40%、お昼12時から夕方6時までが 30%、 その後夕方6時から夜中0時までが 70% となっています。日中の最高気温、今日はなんと31度まで上がりますよ。ちょっとジメッとした感じですね。南西の風やや強く曇り、夜雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降ります。波の高さ 1.5 メートル、後2メートルとなっていますよ。ジメッとしてますね。沖縄本島地方では11日にかけて発達した積乱雲の下での落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に十分注意してください。今日は一日傘が必要になってくるところがあるかもしれないですね。うん。運転して夕方から帰るとき、皆さん気をつけてくださいね。以上、お天気をお伝えしました。そして道路交通情報です。まずは沖縄自動車道からです。現在沖縄自動車道渋滞が発生しています。こちらは那覇ですね。これは北行き、那覇北行き、本当に一部渋滞発生しています。そして西原インターチェンジ、こちら南行き、一部渋滞が発生しています。西原インターチェンジは結構渋滞するところですよね、うんうん、この時間は比較的流れている方なんですけど、今日は渋滞が発生しているようですよ。皆さん気をつけて運転してくださいね。続いて一般道です。まずは国道58号線からお伝えします。出てくるかな。いつもパソコンで操作しているんですけど、出てこない。
出てきました。よかった。国道58号線南行き王者の交差点からぐすくままで今日は渋滞が発生しています。いつもより長いですね。そして王者の交差点から前原への道、こちらも珍しいです。渋滞が発生しています。この道は上下線ですね。王者のから前原渋滞発生しています。そして酒田からあはじゃ、こちらも上下線とも渋滞が発生していますよ。今日は比較的渋滞長いと思いますね。うん、寝坊した人いる、多いのかな。急いで運転してる人もいるかもしれませんね。ゆとりを持って運転してください。以上、道路交通情報をお伝えしました。なんか変だったね。ノイズ入ってますね。ね、なんか接触かな。はい、行きますよ。はい。じゃあメール呼びかけと。はい。メール。はい。時刻7時46分回っています。モーニングへとお伝えしていますよ。今日のテーマは日焼けなんですけれども、早速メッセージいただきました。紹介しましょう。モーニングネーム AKB ファンさんからです。山内さん、みーのモーニング8お聞きのリスナーさん、おはみーの。昨日サーティワンでアイスの日で100円で行列の中チョコミント買って食べました。うまかったー。テーマ日焼け。俺はね、いつも日焼けするときは琵琶湖にキャンプに行ったときですかね。日焼け止めなんて塗りません。バンバン焼きますので、最初は真っ赤になって、だんだんパンのように黒くなって、あとは皮をビリってめくります。以上だ。リクエストもありがとうございます。赤くなって、黒くなった後に皮をめくるんだ。そうなんだ。いいなぁ、ビリってめくりたい。私もめくりたいよ。その後 AKB ファンさん色白くも戻るのかな。戻らない、黒くなるの。山内さんが AKB ファンさん黒いよって何回キャンプに行ってるんだよ。いいはず。琵琶湖キャンプするところあるんだ。私キャンプしたことないからやってみたい。ない、キャンプしたことない。今年の目標にしようかな。今年の目標、小学校もない。うん、自然教室とかもちゃんとしたこのコンクリートの中で寝ました。あ、テントとかがない。テントはないです。キャンプやりたいな。そして AKB ファンさんサーティワン行ったんだ。昨日ね、昨日のモーニングエイト担当のまよちゃんもなんかサーティワン行ったってなんか LINE に載せてた。アイスの日、アイスの日、私も行けばよかったかな。こういうのちょっと疎いんですよね。私、まよちゃんこういうの早いんですよ。疎そう。私疎そう。そんなことよ。堂々とはっきりと言わないでください。もうちょっと気を使って。そうなの、そんな風に見えないよみたいな。びっくりしたもん。AKB ファンさんありがとうございます。皆さんもこんな感じでね、日焼けにまつわる話何でもいいので送ってきてくださいね。お待ちしていますよ。そしてメールアドレス紹介しましょう。797@fmgnan.com 797@fmgnan.com です。よろしくお願いします。それでは AKB ファンさんからのリクエストをお送りしましょう。アイコで恋のスーパーボール。おはようございます皆さん、もう朝だよ。兵庫は雨。そうなんだ。西川さんのコメントが受けてしまった。何ですか。あのさ、うん、コメント参加してるの俺だけなの。みんなして受ける。面白い。面白いな。おはようございます。ケンシロウ、風が治らないさん。風治らないんだ、なんでかね。闘牛見に行ったんだけども、超興奮しまして。おじさんが多いんですよ、闘牛見てる人。そうだね。タバコとかお酒とか普通に飲むじゃないですか。
最初立ち見してて後ろの方で、うん、前に座ってるおじさんがタバコ吸ってたんですよ、うん、でタバコ吸いながらこうやって手を上げたんで私腕やっちゅうして、熱っつって、して謝り言った？あもうちゃんと謝りました、うんうんうん、あごめんごめんごめんねもう本当にごめんねって隣のおじさんも一緒に怒ってあっしゃお前よみたいな大変だよ面白かった若い子にでもこんな小さくだからまあいいや知ってた？あ分かる分かるやってる人いるはずねって話してたらすごいんだよ目の前で目の前でお主やっておるなすごいよなすごいですねしかも結構な結構なみたいようん結構動いてるなと思いましたねなんか大変なんだいやもうこの入場者数かけるの入場料もあるしそうそうそうこの日でもううるま市のお金は動いてるなと、はい、思いましたね面白いねでもねはいチームとかが分かれば俺もやってみたい、うん、やってみたいそうなんだこの曲日焼けが入ってるんだいいね日焼けが入ってるリクエスト日焼けが入ってる歌詞のリクエスト難しいまあ何でもいいですよおはようあっちゃっとほうみさん次はニュースです今日もいろんなニュースをお伝えしますよ空調補助廃止108の教育施設在日アメリカ軍と自衛隊基地の騒音対策として防衛省が実施している空調設備の維持費補助が一部の施設で廃止される問題で県内の小中高校や幼稚園保育所の計108の施設が今後補助対象から外れる可能性があることが9日沖縄タイムズの取材で分かりました全国262の施設の4割を占めます同省は補助打ち切りについて厳しい財政事情のため維持費をなくすのは騒音などの影響が比較的小さい場所で影響が大きいところは引き続き補助すると説明しています夏の甲子園の沖縄県予選の宮古高校を応援しに1ヶ月観戦していた時はめっちゃ平気へぇー後で紹介してねあの、はい、西川さんはさちょっと泣いちゃうみたいだそうなんだ色白い感じがするへねえ、西川さん黒くないでしょ赤くなるはずよ、この人寒いねえ風がどんどんこっちに来てるあげていいよなんでー寒いよこの寒さ伝わるほらほら見て新聞紙めくれるでしょ、こうやってこれ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 が私を寒くしてるのよそうなんですよ、女性はね、直受けがダメなんでしょダメなんです、だから新聞紙羽織ろうかなこうやって、寒い寒いね、確かにねちっちゃん、髪のしおはようさま、おはようさま寒いですテーマ言うとき一泊置いてねはい行こう OK ですじゃあこんなって読むかなこの時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えします。まずは沖縄タイムス総合面からです。空調補助廃止、108の教育施設。在日アメリカ軍と自衛隊基地の騒音対策として、防衛省が実施している空調設備の維持費補助が、一部の施設で廃止される問題で、県内の小中高校や幼稚園、保育所の計108の施設が今後、補助対象から外れる可能性があることが9日、沖縄タイムスの取材で分かりました。
全国262の施設の4割を占めます。同省は補助打ち切りについて、厳しい財政事情のため維持費をなくすのは騒音などの影響が比較的小さい場所で、影響が大きいところは引き続き補助すると説明しています。続いて沖縄タイムス社会面からです。子どもシェルター解消。親からの虐待などで安心して生活できる場所を失った子どもの緊急避難先として、 NPO 法人子どもシェルター沖縄は9日までに本島内にシェルターを開設しました。中学校卒業後から20歳頃までの少女が対象です。現在虐待を受けた16歳の少女が入所しています。沖縄弁護士会の弁護士でもある横江理事長は、居場所を失った子どもを救える施設がようやく整ったと意義を語りました。続いて琉球新報社会面からです。西普天間跡地利用県新町調査を。2015年3月に返還されたアメリカ軍キャンプズケラン西普天間住宅地区の跡地利用の環境影響評価方法書について、県は9日都市計画決定権者の佐喜眞淳宜野湾市長に知事意見書を提出しました。意見書で県は、西普天間住宅地区はキウナグスクや水田跡地の湿地があり、複数の湧き水が分布するなど文化的及び学術的に重要な場所が残っていると指摘しました。おしまいに沖縄タイムス地域面からです。自分だけの守り神。世界で一つの自分だけのシーサーを作ろうと、県琉球赤ヶ浦漆喰執行協同組合は7日8日の両日、大城区の公民館広場で第14回漆喰シーサー作り体験教室を開きました。区とのタイアップ事業で、両日で親子連れなどおよそ150人が参加しました。事前に組合員が赤瓦で作っておいた骨格部分に、参加者が漆喰で目、鼻、耳など形作り、表情豊かなシーサーに仕上げました。シーサーは一日日干しした後色付けします。宜野湾市から家族で参加し、高さおよそ40センチのシーサーを1体製作した山田さん一家は、玄関に守り神として設置する、初体験だが仕上がりに満足とにこやかに話しました。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えしました。体操です。よかった。7.7 つるくんで、で寒い、白い方かな、増田明美ミノだよそういうことね。おはようございます、増田明美あれしてね、なんだっけ、アナウンス、はい、あれの時に、あれ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 、チュラガンジュー体操始まります。おいで、おいで、おいで、おいで。
画面に収まってるぐらいかなと思います。いつも何センチ？149です。下がっていい、はい、お願いします。あるまた怖いなありますよ意外と。あるか。ちょっと待ってのポーズ。体をひねります。リズムを取ります。今日も可愛い格好ですね。右から押して。楽な格好、楽な洋服しか着ないです。楽なの？楽です、うん。左から下ろして向こうをします。膝肩バツ、膝肩バツ、ストレッチ。ですね、最後にもさ、なんか言ってほしい。お疲れみたいなお疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ行こっかな。皆さんお疲れ様でした。初めて見た。そうでしょう。こういうのがあるです、あるんですよ。ギノワン氏に段取り不足でした。慌てちゃった。時刻は8時2分を回っていますよ。宜野湾市急な宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオからモーニング8火曜日担当のミーノがお伝えしています。よろしくお願いします。この番組では皆様からのリクエストやメッセージで成り立っています。今日のメールのテーマは日焼けちょっと山内さん今日のメールのテーマは日焼け。どうですか？今実はエコーかけてやってたんですけれども、日焼けしたら皆さん皮むけますか？私むけないんですよね。本当にそのまま黄色くなるって黒くなる。本当に黒くなる私。昔っていうかね、学生の頃はずっとハンドボール外で練習していて、靴下焼けがすごくて、もう恥ずかしかった。あの靴下焼けは本当に今考えてもよくあれで島ぞりで歩いてたなと思いますよ。皆さんの日焼け事情教えてくださいね。この番組ではユーストリームとツイキャスでも映像と音声をネット配信していますので、FM ギノアのホームページからこちら簡単にチェックすることができます。そしてツイッターも連動していますので、たくさんツイートして楽しんでくださいね。先ほどこのツイキャスの方でコメントがあったんですけれども、よいしょ、あららガマサイガーさんが、日焼けしたのは2年前に夏の甲子園の沖縄県予選の宮古高校を応援しに1ヶ月観戦しに行った時はめっちゃ日焼けしたなーって。1ヶ月観戦してたらもう日焼けするでしょ。夏の沖縄ですもんね。もう紫外線しか降り注いでないですよ、晴れの日には。すごいね。痛かったんじゃないかな。また日焼けしたら疲れるよね。その日一日もぐったりするでしょ。夜とか大変ですよ。ああ、サウロの心さんも、服から隠れてるところは真っ白、見せないいやんって本当ですよね。服着てるところのこの跡がすごいよね。あのね、皆さん忘れがち、日焼け止め塗りが忘れがちなのが首元、襟ですよ襟。ここ結構焼けてる人多いなと思います。びっくりする本当に。こんな感じでメッセージ送ってきてください。 797@fmgnon.com 797@fmgnon.com です。この後モーニング8お天気と道路交通情報をお伝えします。そして私ミノが観光についてお話し、その後にメッセージを紹介した後、突撃朝ごはんお届けいたしますよ。今日は誰に電話がかかってつながるのか楽しみにしておいてください。それでは
8時台の1曲目お送りしましょう。ジャスティン・ティーバーレイク Can't Stop the Feeling。 日焼け止め使ったことないすごい、男の人はあまり気にしないですもんね、日焼け。うん、うん、あまり気にしない、全くだよ。むしろ焼けたいっていう人が多いかもしれないですね。マジで？うん。女の人そうじゃないからな。アイデア。お父さん、双子送ってきた。みんな寂しかったって。皆さん、今日、遅刻だよ、モーニングエイトとか言って。子供がいる人はね、どうしてもね、なっちゃうね。今日の服装いいっすね。ありがとうございます。これ気に入ってる。おしゃれ。そう、私洋服いっぱい持ってるんですよ。本当に。うん。ちょうだい。あげますよ、本当に。来てくださいよ。全然ないぞ。いいな、双子ちゃん。シングライクトーキングがないんすよ、これは誰だろう。そっか、メガネやっても日焼けするんだ、大変。ドライバー焼けわかる。右側黒くなるよね。私も去年右側だけめっちゃ黒かったんだよな。フェミギの2回ぐらい連れてった。いいはずよ。昨日アイス食べてないんだよな。サーティワンだったらあれが好き。ポッピングシャワー、ポッピングサワー。ああ、食べたらシュワシュワするアイス。前も言ってたね、パチパチするやつ。あれ言ってたよ前ね、サーティワンの。あれ大好き。ブルーシールだったらチョコミント。チョコミント大人気だな。うん、私昔チョコチップだけど、昔はなんだ、なんかチョコ、なんだろう、オレオみたいなのが入ってる。ああ、でバニラ味アイスは、チョコチップクッキーだっけ、チョコクッキーバニラアイスだった。バナナスザンナが好き。へえ、あ、美味しそう。バナナでもたまにさっぱりしたのが食べたくて、レモン、レモン系？レモンのアイス食べたりする。サーティワンじゃなくてブルーシール行った時は。レモン、うん、なんかレモン、レモンレモンライン、なんだろうな、あれ。うん、あ、あったんですよ前。さっぱりして美味しかったです。なんとかあるよってマヨが言ってた。そうなんだ。多分マヨちゃんの方が正確で詳しいと思う。なんとか俺よ、俺よ。柑橘系でしょ、シャーベット。そう、シャーベット食べました。レモンのシャーベット美味しかった、あれ。ハトムラムス、おはようございます。歯磨き粉食べてみたい。ダメだ。天気いきますか。はい。気持ちわかる。チョコミントでも大人気だよ。うん、クシャンキは8時10分回っています。モーニングエイト、この時間はお天気そして道路交通情報をお伝えします。まずはお天気からです。本日5月10日、本島地方は空気の湿った影響で曇っており、雨や雷雨となっているところがあります。雷雨か、そんなに雨が降っちゃうのかな。
降水確率朝6時からお昼12時までが 40%、 その後お昼12時から夕方6時までが 30%、 その後夕方6時から夜0時までが 70%、 夜の方が降水確率は高くなっています。日中の最高気温、今日は31度まで上がりますよ。大変ですね、蒸し暑そう。南西の風やや強く曇り、雨、夜は雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルとなっています。本島地方では11日にかけて発達した積乱雲の下での落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に十分注意してください。今日一日傘は手放せないところがあるかもしれません。以上お天気お伝えしました。続いて道路交通情報です。まずは沖縄自動車道からです。先ほど、渋滞お伝えしたんですけれども、現在事故車の情報があります。沖縄自動車道上り金インターチェンジ、沖縄自動車道上り金インターチェンジ、こちらで事故車があります。スピードの減速よろしくお願いいたします。そしてまだまだ渋滞が続いていますが、西原インターチェンジ、こちら上下線とも渋滞が発生しています。西原インターチェンジ、上下線とも渋滞が発生しています。今日は高速道路を使った人が多かったのかな。いつもですか。そうですか。ゆとりを持って運転してください。続いて一般道路お伝えします。現在一般道、大蛇名交差点から牧港まで渋滞、その後過ぎた後グスクマまで渋滞が発生しております。こちら南行きですね。王者の交差点から牧港の入り口まで、その後牧港を越えた後グスクマ一定区間渋滞が発生しています。そして南行きグスクマの方で渋滞が発生していますね。それでもさっきよりは渋滞が少なくなったかなという感じです。そして酒田からアハジャ、こちら上下線とも渋滞がずっと続いていますよ。皆さん安全運転よろしくお願いいたします。以上道路交通情報をお伝えしました。じゃあメール行きましょうか。はい、これアハチャじゃない？私なんて言ってました？アハジャ、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 どっち、どっちかな。後で調べてみる。はい、はい、行くよ。はい、時刻は8時13分を回っています。もう14分になりました。ここでメッセージ紹介しましょう。みーのおはやう、やまちんおはやう。エコザイルス。自分はバリケードな肌だから。なんでバリケードなの？めっちゃ、はい、めっちゃ頑丈ってこと。自分はバリケードな肌だから、ちょっと日焼けしすぎると赤くなって皮も剥けてたけど、それを繰り返しているうちに少し焼けたなと思っても少し赤くなるだけで皮も剥けなくなり黒くなっていくようになりましたとさ。はあ。冬場は白くなり、夏になると日に焼けるところは黒くなり出すようになったね。それと日焼けしすぎてヒリヒリしたらシーブリーズを肌に塗り込むと痛み和らげてくれて治るの早いよ。脱皮するしかないのはあなた次第だけどね。脱皮するかしないかもあなた次第だけどね。リクエストまだ早いけど、チューブのシーズンインザサンよろしく。じゃあ後からやーって。シーブリーズってあれか、あの液体の、うん、塗った後にちょっとスースーして気持ちいいやつ、うん、あれいいんだね。そうなんだ。でも私も日焼けしたなっていう日は冷やしますよ。氷とかそういうのでね、赤いところは冷やします。熱を取るためにやっているんですけど。こんなって肌の質って変わっていくんですか、性質って。私昔から皮むけないからわからないんですけどね。そうなんだ。エコザイルさんは色はじゃあ黒い方になるのかな。
そっかそっか。男の人はね黒くてもいいと思うんですよね。むしろ焼けたがる人が多いと思う。黒びかくてもいい、黒黒黒びかくてもいい。黒びか黒びかり。何ですか黒びかり。竹中直人封じものすごい黒くてテカッです。テカッていいですよ全然。あ、お肌綺麗なのかなと思いますね水分足りてるなってこんな感じで皆さんメッセージ待ってます。メールアドレス797@fmginoan.com 797@fmginoan.com です。じゃあここでエコザイルさんのリクエストにお答えしましょう。チューブのシーズンインダサン。ストップシーズンインダサン。今日さ、リクエストいっぱい来てるので、なるべくかけたいので、ちょいちょい曲をいきます。了解です。で、時間ないときはそのまま、あの、あれにして BGM にするからさ。はい。後半の調整、調整する。やばい。次は何の日？了解です。何の日の後すぐメール行こうか。はい。サウルの心さん、どうする？座布団あげる？座布団？座布団あげる、わからないか。面白かったらってことですよ。そう。昨日はチューブ。いいね。あげる。じゃあみんなの洋服あげようぜ。私の洋服。入らないって。入らない。受ける。今は西原町行けたのでギリギリラジオ聞けてる。あー、いいですね。電波がな、沖縄全域に広がってほしいな。な。広がってほしいな。チョコボール向かい。あざす。いいですね、チューブ。Stop the season in the sun。京都は今日も雨です。おお、京都も雨なんだ。そうなんだ。じゃあ沖縄いい方。めっちゃ晴れてるやん。めっちゃ晴れてるね。めっちゃ晴れてる。もう海が青いですね。青い海、今日いい色してますよ。はい、じゃあ、はい、何の日。はい、
時刻は8時20分を回っています。続いては何の日のコーナーです。今日は5月10日火曜日、旧暦は4月の4日、満潮時刻がこのあと9時8分、そして夜の10時25分、干潮時刻お昼過ぎですね、3時51分となっておりますが、その他にも今日は何の日ということで、今日は黒糖の日だそうですよ。黒糖の日、なるほど、5月10日だから黒糖、5月10日黒糖こういう風にちょっと無理やりっぽいところが最近ありますよねもうこれは商品のね、戦略というか特に沖縄はなんか多いような感じがするけど、気のせいかな。でも黒糖の日か、黒糖は最近食べてないな。多分那覇マラソンとか沖縄マラソンの時はめっちゃ売れますよね。沿道の応援する人が買っていくし、うん、健康にいいってよ。健康にいい、うん、黒糖が、そう、へえ、ミネラル、ああ、ミネラルが、そうなんですね。あまり食べないからな。私な、あのピーナッツとかが入ってる黒糖が大好きです。あれは美味しそうだね、うん、あれ美味しい、健康に、はい、あれは健康に悪そうですかそうですか、健康に悪い、体に悪い食べ物大好きです美味しい、美味しいのって体に悪いのばっかりなんですよ。しょうがない、うん、しょうがない、そうだそうだ、そう、うん、今日もいっぱい体に悪いの食べようもちろん体にいいのもちゃんと食べてますから大丈夫ですけれども、その他インターネットも見てみますと、いろいろ書かれてるんですけれども、世界初の母の日、どこだろう、どこがそういうもの始めたんだろう。日本最初の消防自動車、1911年。はあ、でもね、車に水を積むって昔はすごいアイデアだったのかもしれないですよね。うん、そうですよね、それまで 人でやってたもんね、手渡しでこうやってつないでバケツリレーみたいな大変だったな大変だったよ、あの時は本当に経験した経験した今日の誕生花、花丈夫、花言葉が優雅な心です、美しい。今日は何の日お伝えしました。そしてどんどんメール紹介していきましょう。みーのさん、おはー、ラジオネーム名古屋のダンサーズです。うるま市の闘牛場へ行ったということは、MC モーミーと会いましたか。頭をなでなでするとご利益ありますよ。少しかっこ笑い。かっこ少し笑いって。これしかも、かっこ少し笑いっていうのを文章で書いてますからね。文字で。さて、今朝のテーマ、日焼けですが、ダンサーズは真っ赤になり、皮がむけるタイプ。はあ、これが日焼け止めクリーム SPF。50を塗っても赤くなりますね。しかもクリームが濃厚な白色などで、顔に塗ると都守るくん状態になります。みのんさんは日焼け止めクリーム塗りますか。リクエストよろしくお願いします。夏らしい曲ですね。みは君に会えたら、よろしくお願いします、ということで、ありがとうございます。 MC モーミーさんって名前なんですね。いや、この闘牛の MC モーミーさん、めっちゃいい声してますよね。あ、じゃあそれ違う人。あ、違う人、うん、違うんだ。 MC モーミーっていうのがいて、うるま市に、はい、つるっぱげの、つるっぱげの人。あ、じゃあ違うな、おっさん、おっさん、違うな、はい、私が見た人は髪ふさふさだっためっちゃいい声してて、なんか甲子園の解説してそう、うん、あの夏春、夏春とね、夏のね、NHK のやってそう、めっちゃいい声してましたよ。で、闘牛超良かったな、もう一回見に行きたいな。私プログラム、この対戦表を持ってきたんですけど、途中でね、どっちが勝ってどっちが負けたかっていう印までつけた、うん、こんなって読めないと思うじゃないですか。後ろの名前ちゃんと振り仮名振ってあるんですよ、優しい。またこの対戦表もちゃんと勝敗が書き込めるように、そういうスペースもあるんですよ、作られてるんですよ、優しい。
しかもやっぱ年配の方が多いんだはず。文字が大きい、優しい、もううるまし優しさの塊よ。また後で闘技の話しますね。ありがとうございます。ではでは、名古屋のダンサーズさんのリクエストおかけしていますか、これ、うん、今からおかけします。美和の君に出会えたから。ああこれね、わかるんだ。イラハタイさんのことだね。へえ、その名前なんだ、司会者の名前。なんかすごいいい声してました。闘牛も黒光りして、そう闘牛黒光りしてた。めっちゃ毛並み綺麗だなと思ったもん。ミノの知らなさそうな下ネタワードをこっそり読んでもらう作戦に出てるってよ、マスオさんに。ああ、私全く下ネタ知らないから。マジで、うん、教えるよ。大丈夫です。大丈夫、うん、全く下ネタ知らないから、うん、私言っても何とも思わない。マジで、うん、教える教える。あ、メダカ順調に増えてる。30匹生まれた。すごっ、すごーい、すごいな、30匹。これ売れるんじゃない？すぐな。やばい、すぐお金に。ダメですね。闘牛専門の実況中継の人で、そう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 、めっちゃ実況中継してました。伊波さんって言うんだ。いい声だよね。めっちゃいい声。前が取材した時にやってた人から。めっちゃいい声でした、びっくりした。はい、私闘牛ガールになのかな。闘牛ガール、どんなって、はい、牛の格好してからね。角つけて、角つけてしてどうしようか。全身タイツ。ありがとうございます。じゃあ LINE でやってみよう。大丈夫ですか、うん、撮ってくれるかはゴブ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 ですけれども、だいたい海行くの。そうなんだ、海、うん、私ゴールデンウィーク2回シュノーケル行きました。すげえな。どんな雰囲気で行くんですか、海入ると。あー、もう上長袖ですね。なんだよ。中は水着着るけれども、そりゃそうじゃん、やっぱり、うん、ほら、アイデアさんがすぐ食いつく、うん、ビキニビキニって。中はビキニ着るけど、上からもうしっかり長袖。これ、うん、下は、下はもうなんかスカートみたいな、ズボンみたいな。あ、もういいな。すいませんね。私だってね、スタイル良かったら着たいですよ、ビキニ。堂々と。大丈夫よ。ラッシュガードっていう水陸両用のやつ。あ、あれいいよな、うん、やっぱさ、海の中怖いもんだって。クラゲとか。だって今日ってさ、ゴールデンウィーク行った時に海蛇見たもん。ん？クラゲ？海蛇。そう。超猛毒のやつ。ほら。なんだこれ。おかしかったな。危ないよ、海は。じゃあ海蛇はあれ猛毒だけど噛めないんだよ。近づいてくるんですか？うん、噛めない。そうなんだ。うん、だから大丈夫よ、ラッシュガード取っても。いやいや。怖いって。いやいや、はい、イラブ見たことあるよ。あー、いたいた。これしかもこんな大きいやつもいた。シニマギー、大きいやつ。あ、シノケルで見えたの。はい、いいね。どこ行ったの。オードマリビーチ。あー、南部？違うか、オナソンか。あっちは池江島っていうんですか、海中道路通って行くところ。いいね、
ウツボじゃないよ。ちゃんと白と黒だったよ。大泊ビーチお金取るんですよね。うんうんうん。一人500円ですって言って。取るよね。一番割と昔ながらの感じですよね。うん。ここまでですよ泳ぐところっていうのもあるんですけど、うん、ネット張ってないんですよ。意味はと思って。そうだね。だから魚が自然のままなんですけど。ああいいねですね。そっか、じゃああんまり焼けないね。ラッシュガードつけてるの。はい。あれはおっさんの味方だよな。やろ別に。さ、あれバレないさ、毛も。ああまあそうですね。ブヨブヨもバレんから。うん。しかも寒いからな。あれないと私凍えるねん。あなたの朝ごはん教えてー。アナバナ。トゥトゥトゥルトゥルトゥトゥルルン。アナバナ。今日も始まりました。突撃あなたの朝ごはんを教えて。このコーナーは FM ギノアのスタジオからパーソナリティがあなたに直接電話をかけ、今日の朝ごはんを教えてもらおうというちょっと迷惑な企画です。さて今日は私の大学の時の友人であります友達にかけたいと思いますが、今日は初の LINE でかけたいと思います。それはなぜかと言いますと、なぜかと言いますと、取ってくれるかな。はぁ、取らない。あー、取って取らない。一応これ私挑戦なんですよ今日。なんで？彼女今アメリカにいるんです。おお、だからね。ちょうど多分9時とか10時夜の。うん、じゃあ取りそうだけど。そうなんです。うん、気づいてないのかな。あ、取らなさそう。大丈夫でしょ。寝てるのかな。いや。ダメだった。ダメかー、今日もダメだよ。ゆうかはね、もう一回かける、うん、結婚しまして、おアメリカに行っちゃったんですよ、いつ行ったかな、今年の3月に行きよったよ。結婚して行っちゃった。で、私と同い年ですよ、あのご主人も24歳なんですけど、アメリカでなんと一軒家を購入、二人暮らしで大きいお家らしくて、そうそうそう、お金があるらしいですよ。ちょっとね、お家の値段も聞いたんですけど、いやーすごい。すごいと思いました。うん、何してる人？まああの働いてらっしゃる。いい、うん、悪いこと。もう仕事も極秘ですよ。うん、うん、スパイ系ね。スパイ系ですね。いやいや、なわけないですよ。あー、ダメだな、残念だったな。ゆうかは実は大学卒業して、で仕事をして出会って、うん、沖縄で出会って、うん、でそのまま一緒にアメリカの方に行ったんですけれども、お家では今犬を飼っているということで、そして主婦をしています。なんか学校行きたいなっていうのも言ってましたけどね、何の学校か私まだ聞いてないんですけど、彼女は今アメリカで頑張っているようです。来週こそはつなぎたいな。うん、もう一回ユーカーに挑戦してみようと思います。アメリカの朝ごはんちょっと気になるので。以上、あなたの朝ごはん教えてでした。
何これ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 何この軽快な音楽。ひふみさんからのリクエストです。マイアミサウンドマシンコンガ。ありがとう。すごい宇宙人が攻めてきたはず。ひふみさんのリクエストが結構なんか知ってる感じだよね。音楽いろいろいっぱい。そうですね、うん、宇宙人が攻めてきたはず。インデペンデンスデーやんか。私その映画好きだけどさ。インディペンデンスデーって最後宇宙人がタコの宇宙人が出てくるやつ。タコみたいな。ああ忘れたな。で、ミノ、ツーリズム、はい、ミノリズム、ミノリズム、ミノリズムの後、曲いくか、うん、それでまだ足りないよ。ロボットダンスもできるの、ミノ。今こうやって真似してたから。あ、本気でちょっとやってみるじゃん。本気でってこと。めっちゃ本気でやってみる。もうこんなって。ダンス踊れそうだよな。私ダンス踊ってたもん。口で。むちゃぶり。ダンスやってたんだ。もうちょっとだけ、本当に一定期間だけ。すごいな。何でもやってるね。うん。挑戦すること大好き。ダンスとか意味がわからんけど全然できんが。そう、勝ち足とかも上手そうだよね。あのダンス上手な人の勝ち足ってなんかキレがあるんだよね。勝ち足だってみんなリューブしてたから踊れるよ。すげえな、リューブもやってた。勝ち足はもう任せてください。闘牛場でさ、また闘牛の話なんだけど勝った後にこの勝った側の闘牛関係者の人がめっちゃ大喜びするんですよ。そうそうそう、牛の上にまたがったりで、なんかこう掛け声さーさーってやるんですけど、その時に音楽、勝ち足の音楽流すんですよ、うん、カンカ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 みたいな。そしたら子供が、めっちゃ甘い子供がいて、男の子がもう足広げて、うん、もうめっちゃなんかおじさん並みの踊るんですよ。おこんなに小さいのにこんな味がある踊りするのみたいな。あれ家族で喜ぶよね。うん、いいよね。すごいですね、びっくりする。リューブしてましたよ。私ハマチドリが好きです。ハマチドリとっても、優雅な繊細な踊りがあるんですよ。じゃあミノリズムいきましょう。ミノリズムいっちゃいましょう。8時39分を回っています。モーニング8、火曜日担当ミノがお送りしています。そしてミノリズムということで、私ミノが観光についてお話しします。ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。4月1日のこういう記事見つけました。ゴールデンウィーク沖縄のホテル予約率が半減。皆さんこのニュース覚えていますか。1ヶ月前ぐらいに出ていたんですけれども、5月の大型連休ゴールデンウィークの沖縄県内のホテルの予約率が低迷していると。関係者によりますと、主要ホテル23社への聞き取りで、3月時点でゴールデンウィークピークを迎える5月3日4日の予約率が5割台にとどまり、前年比と比べ約半数まで落ち込んでいるということなんですけれども、これどうして、どうしてなの、 why 思った方いらっしゃるのではないでしょうか。まあ沖縄は高いというイメージが広がり始めているということなんですよ。山内さん当たりました。うん、って言いますのも、国内観光客の減少傾向が見られ、ホテル関係者の間では危機感が広がっている。
宿泊単価が上昇傾向にある県内ホテルに対し、国内観光客から沖縄高いというイメージが広がり始めています。北海道新幹線開通などで国内の観光客との競争が激化し、うん、そうですよね、ニュースでも大きく取り上げられていましたもんね。北海道新幹線開通したということで、ホームにもたくさんの、観光客がいらっしゃいましたが、国外に向けての戦略が大きいのかな。それでもしょうがないと思いますけれども、ゴールデンウィークのピークと見込む5月3、3日4日の平均予約率、リゾートホテルが5割台、シティホテルが6割台、中には3割台のホテルもありました。前年同期の予約率は10割を超え、一部では予約率が実際の客室数を上回るオーバーブッキングも発生していたんですよ。10割台からさ、5割台6割ってもう本当に少ないですよね。ツアー客などが集まらない状況も生じていると。旅行会社などでは販売価格を2か3度にわたる引き下げに踏み切ったが、予約回復の見通しは見えないということで大変ですよね。団体客が今減っていますよね。レンタカーを使用して自分で運転していく観光客の方が圧倒的に増えています。また、今国内沖縄県内の観光客バスの貸し切る料金も実は高くなっているので、修学旅行生も実は減ったんですよ。この値段にするんだったらもうちょっと別の場所でもうちょっといいところに行った方がいいんじゃないっていうことで、沖縄県内に来る修学旅行生が減ってしまったという話も私は聞いたことがありますけれどもさ、どうなんでしょうか。せっかくのこの連休だったゴールデンウィーク、観光客の宿泊数減ってしまった。でもこれはリゾートホテルとか23社にしか聞いてないですからね、わからないですよ。もしかしたら民泊とかした人もいるかもしれないし、うんうん、減ってるじゃん、減ってるかな、残念だな。ちょっとせっかくのこの大型連休いっぱい稼げたはずなんだけど、もうちょっとね、国内に優しく、県民にも優しく、沖縄県内の人がリゾートホテルに泊まるのも私は全然ありだと思います。本当にむしろその方、県内の人をねもうちょっと誘致して安くして、そういうプランもありますから。沖縄県内の方もうね、6月まで祝日はないからな。7月に入って祝日があって土日を利用して沖縄県内の方まず行ってみてください。リゾートホテルすごく楽しめますから、ランチもね食べに行ってくださいよ。よろしくお願いいたします。以上、ミノリズムをお伝えしました。やば、ちょうどメールしましょうか。はい、メールしましょうかってこれさ、シングルライクトーキング誰か、リクエストしてたんだけど、はい、そのリクエストした曲がないので、うん、これをお書きしてます。シングライクトーキングの赤くよ。はい、じゃあメリコ、はい、ちょっと待ってよ。はい、なえさん、ほうえいさん、奈良のほうえいさん、ではではメッセージ紹介していきましょう。ラジオネーム奈良の、これはほうえいさんって読むのかな、くにえさん、あ、くにえさんか。おはようございます。奈良県から聞いていますよ。私は日焼けがここ数年でアレルギーになってしまい、日差しがあるときは長袖手袋をしないといけません。めんどくさい。こちらは曇って涼しい朝になっていますよ。沖縄はいかがですか。奈良の国江さんからいただきました。アレルギーになっちゃったんだ、大変ですね。これもしかして、あれ、日差しに当たったらブツブツができたりとか、そういうアレルギー、大変ですね。手袋をしないといけないまでにもなってしまったんですか。あー、沖縄は曇りって聞いたんだけどめっちゃ晴れてますよ今。めっちゃ晴れてます。海だな、海行きますか今日でも本当に海に行きたくなるようなそんな天気ですよ。
奈良県曇って涼しい朝なんですね。でもそっか、アレルギーになってしまうとこの日焼け対策っていうのは絶対に欠かせませんね。気をつけてくださいね。奈良の国江さん、メッセージありがとうございます。そしてこちらも紹介しましょう。ラジオネーム一徹さんです。おはようございます。今日もやっぱし夜勤中なので聞けてないんですが投稿させていただきます。テーマもわかんないけど、大阪は昨日から雨が続いております。そろそろゴールデンウィーク、そうそうゴールデンウィークはどうでしたか。僕は家族で福井県の恐竜博物館に車で行ってきましたよ。人が多くてめっちゃ疲れたけど、子供らは楽しかったって言ってくれたのでよかったです。でももう行かないだろうな、てんてんてん。ということでリクエストお願いします。シングライクトーキングのリアルライフって行けますかね、ちらということでいただいたんですけれども、うん、リアルライフがなかったので代わりにシングライクトーキングのオーディナリーを、オーディナリーを今バックミュージックでおかけしています。リクエスト、そしてメッセージありがとうございます。伊手さん、さっきツイキャスの方でも参加してましたよね、うん、今もいるかな、ありがとうございます。そして私が今ちらっと言いました、ツイキャスというのもありますけれども、FM ギノアのホームページから簡単に見ることができます、聞くことができます。お楽しみくださいね、そしてどんどんメッセージ紹介していきましょうか。その前に一徹さん、すごいね、恐竜博物館行ってきた。恐竜博物館行ってみたいな。こう大きい恐竜動いてたりするのかな。恐竜のあの色って本当の色じゃないんですよね。だいたいこの色だろうみたいなので恐竜の色決めてるって聞いたことがあるんですけど、どうする、真っ黄色とかだったらちょっとショックですよ。私真っ黒とか、めっちゃ蛍光とか、可愛いってなるよ、もう。そんなもんですよ、恐竜も。そんな風に愛しちゃいますよ。それではどんどん紹介していきましょう。おはようみーのフューチャリング山内 with 皆さん。今日こそ100均で爪楊枝を買いたいひふみーです。ごっこんちょ。しっちり忘れる。爪楊枝忘れるよね。私もしょっちゅう親忘れてますよ。あれ1回買ったら結構持つんだけど、量が入ってるから。でも買うってなったら忘れちゃうんですよね。して日焼け、いい英語でサンテ。ウリミーの俺ってで俺ってジーグルーサ。20歳くらいの時にジェットスキーハマってる時一番日焼けした。冗談抜きで顔に10円玉置いたらわからんくらい日焼けした。そんな日焼けした顔をセロテープで剥がすのが好き。リクエスト、マイアミサウンドマシーンのコンガ、さっきかけましたね。ありがとうございました。10円玉ぐらい焼けたわけ、シニクロイさん。やばい。でもひーふーみーさん一応ジーグルだけれども、もともと色黒いはずだけど、それでさらにジェットスキーでさらに黒くなったんだ。大変だね。でも二十歳の時にジェットスキー乗ってたんだ。めっちゃ楽しんでますね。いいね。私も男だったら免許取りたかったな。女でも取ったらかっこいいけど、私が取ったら似合わない最長。大丈夫かな。本当はバイクの免許も欲しかった。中型の取って取りたい。まあ女の子はね、親が許さないんですよ。ああ親がそう、危ないよって。みんなすぐ飛んでいくよ。それではこちらも紹介しましょう。今日もおかしな議員のトロンボーンです。おはようございます。またよしみのさん&山内さん、今日の天気は下り坂みたいですね。泣き人の空は曇っています。こんな日も紫外線は強いんですよね。皆さん気をつけましょう。本日のテーマ、日焼け。日焼けイコール怖いですね。あ、そうなんだ。こう見えて顔の皮膚はデリケートだから、かっこお二人は自分をご存知だから、かっことち、日焼けは極力避けたい。だってまず先に鼻が真っ赤になり、皮がむけ、鼻のね、
あ、鼻のこの表面のね皮が切れ始めて血が出る。あ、デリケート、すごくデリケート、敏感肌だから今日は日焼け止めが欠かせません。でもその日焼け止めも皮膚に合わないのか、日焼け止めは塗った鼻や頬や眉間の表面の、あ、薄い皮がむけ死んでむけていきます。切れて血が出るよりマシだけどねって、大黒摩季さんのリクエストもいただきました。ありがとうございます。こんなに敏感肌なんだ、大変さ。日焼け止めが合わないっていうのもありますよね。日焼け止めって1年使用期限ってなんか決まってますよね。なるべくこの日の当たらない常温のところで保管してとか山内さんお手上げそういうのを聞いたことありますよ。銀のトロンボンさんももしかしたらそういうこと詳しいかもしれない、うん、そうだよね。皮膚がデリケートな人っていうのはこういうことをちゃんと気にして対策しますよね、うん、メッセージありがとうございました。そしてこちらも紹介しましょう。アイデヤマスオさん、ミーの山内さんおはようございます。山内さんって今日は曇りだね。マスオだよ。黒くならないだよな、赤くなって痛い。草刈りの時はタオルをマフラー風にして日焼け止め、日焼け防止。最近は外に出ない。あのさ、日焼けをするだけならいいんだけどさ、毛が伸びてくるんだよね。あれが一番困るって。どういうこと？あ、毛を守ろうとして毛が伸びるってこと？俺うちなんちゅだね、うん、うちなんちゅだからいいよでもなんかあれだよね、日焼けたらこの毛もなんかちょっと焼けて金色になる人もいるよね。うん、私の彼氏そうだもん。うん、金色になってる。全部じゃない見えてる部分だけよ腕の方とか金になってるんですよ、焼けて。ならないですか？やつなってたよあ、本当だ、山内さん真っ黒。もうこの後今日はもうずっと腕出して外出てくださいね実験してください、1週間後。うん、あ、大黒摩季さんかかってますね。トロンボンさん、銀のトロンボンさんからのリクエストをおかけしていますよ。大黒摩季のこれは一番近くにいてね、お送りしています。ありがとうございます。そしてそしてメッセージ紹介していきましょう。こちらラジオネームゆうゆうさんです。おはようございます。テーマは日焼けということで思うことは、夏でもすごい白い女性いますよね。わかる、アウト、美意識高いのかなと思います。あとリクエストお願いしますということで、アジアンカンフージェネレーションいただきました。ありがとうございます。わかる、これ羨ましい。女の人でめっちゃ色白で夏に白いワンピース着てる人、もうダメ、もうダメ、イチコロくそ一応これは女性の憧れかな。私似合わないんだよな、本当に似合わないから。白っぽいのあんまり持ってない。でも欲しい。え、これ白だけどほら、下下はもうカーキ色ですよ。わかる、めっちゃ美意識高いと思うもん。その人にだけ風が吹いてる。本当に。めっちゃ色白くて、でもって髪は真っ黒で。わかる、白いワンピース着て。わかる、めっちゃ羨ましい。私似合わないからいいよ。でも憧れる。でも憧れる。わかるよ、ゆうゆうさん。やっぱ男の人もそうだよね。女の人もだよ。そういう女の人見たら羨ましいなって思うもん。かわいいなって。うん。じゃあこちら。今日もお菓子の銀のトロンボンさん。さっきね、メッセージ紹介したんですけど。ミーノの服プレゼントあるの？希望しますって。ないです。入らないでしょ？あと、伊波大志くん、アナウンサーで歌も歌ったはず、バンド組んでライブもやってたはずよって。そうそう、闘牛のことについて話したんだけど、闘牛で実況してた人、伊波さんって言うんですね。めっちゃいい声って言ったら、銀のトロンボンさんがアナウンサーで歌も歌ってたはずよって。そうなんだ。死に良かったですよ。闘牛も、もうね、角が折れるまで戦ってた牛もいたりして、私すっごい興奮したの。もう定期的に調べて、どんどん試合見に行って、
これ後ろの名前を覚えていこうと思いました、うん、はい、ではでは今日お送りしてきてお送りしましたモーニングエイト、この後9時半からママトク元気ラジオをお送りします。 Thank you for listening Morning 8 on Tuesday. This is Mino. See you next week. Bye bye. はい、お疲れ様。お疲れ様。東京があるなら、東京があるならいいね、うん、東京極めてほしいよね。ミノリズムじゃなくて東京がある。ちょっと勉強しようじゃん、うん、今季はあれが強いなっつって。いやめっちゃ言いたいわそれ。本当になんで今から撮ればいいさって。まあ撮りたいよ。宿泊費が上がったんでしょ。そういうことですよ。そう、やっぱね高いと思う。なんでやっぱ外国人観光客向け、あの船も来たじゃないですか、うん、だって中国人向けでしょ、うん、それぐらい値段高くしてサービスもそれで伴ってるのかな、ね、うん、私もリゾートホテル泊まったことあるけど、ホテルから受けるサービスってないと思うんですよね。ないあんまり、うん、人ホテルの人と話すことってあんまりないですよね。ないからね。だから正直泊まれればいいです私、うん、だから泊まれればいいさ、うん、そういうプランもあればいいのね、うん、食事付きでみたいな、はい、いろんな細分化して、そしたらまた大変なのかな、うん、どうなんだろうな、わかんないな、うん、ただ高いとは思う。高い。家族用に寝泊まったらもう 4,5 万行くから、うん、そしたらじゃあ別のとこ行こうかってなるわけ、うん、そうですよ ね、ちょっと無理してとかね、うん、これなんかもう行く泊まってたんだけど、リザンとかこの、うん、子供が喜ぶから。はい。でも、リザンシーパーク。あっち一番安い。で、室内プールがあるから。はい。あ、いいですね。そうですね。だから夜、あ、シーズンオフに行くわけよ。そしたら美味しい食事と、まあちょっとしたお泊まり感が出るんだけど。いいな。リゾートホテル、これもらったから行こうかな。行って。FM ギノワンでもらいましたって。こっちのさ食事がめっちゃうまい。しかもこっちプール上等だよ。マリオットリゾート沖縄は、あ、名護市の。名護の。ああ、ちょっと高いところになるところですね。あっちいいですね。プールデイジーよ。下に行きますよねプール。うん、そのままあるんだけど。はい。お酒飲むよ。バーカウンターみたいなのがあって。はい。入り口天井こうなってるところですよね。上に屋根が。そこであれして、うん、ちゃんと社名してきて。わかりました。ライフなんだっけ、ライフガードじゃなくて、あれはなしでよ。あ、上ビーチですか。ビーチ、ビーチ。それが、ツー、ツーって。ツー。厳しい、厳しい。厳しいか。うん、安い、本当に。皆さん、ダメって。今ね、しれっとこう、俺上手だわけ、しれっと約束させるみたいな。でも下手だった今。強敵だったな、うん、ほらこのアイデアさん、みんな一緒に行こうみたいな。このドストレートがあれなんです。ダメだよ。ダメだな。ちょ、私彼氏いるからね。そうそう、彼氏と一緒に行ってこよう。彼氏のね、このあれをくぐり抜けてっていうのがねテーマで。何言ってんの。Ha ha ha.